お疲れ様です。何ですか？そういうキャラじゃない。財布の中身、いいっすか？いや、嫌ですよ。カードとかってこと？もう普通に開けてもらっていいっすか？誰が企画じゃん。俺一番嫌だわ、今日。今日待って、じゃあ給料日の後なのよ。でうちマジ土木屋みたいに現金手渡したから、もうまんま持ってるってこと？ダメ、またの機会でお会いしましょう。え、大丈夫な人？まあそんな見せるものでもない。見せるものでもないけど、別に困ることはないから、別に見せる。もうまあね、止める気配ないから。お前からじゃあ言って。なんで俺から？え、てかなんでお前だけ一人余裕そうなの？いや、俺こいつの仕込みだ。いや、仕込んでないですよ。全然いいですよ、全然。どうぞ。見せればいいの？まあじゃあ解剖しましょう。お金ですか？え、そういうやつやん。全然入ってなくて申し訳ないんですけど。いや、こいつ仕掛け人だ。違う。いや、絶対銀行行ったな。いや、お前仕掛け人だな。銀行は行ったよ、どうです？いや、なかったよ。いや、行けたよ、どう？2万1000円。なんか、現金あんま持ち歩かないっすわ。カード、なんかやばいカードとか探そうや。いや、そういうのはない。え、じゃあ現金が、まあ2万1000円、うん、これが領収書っすね。あ、はい。ね、風俗で。いや、言ってないでしょ。領収書ないでしょ。いや、お前風俗にないから。無駄に風俗で領収書切るタイプ。いや、言ったことないですから。なんで今度も入ってます。ビッグやろ、どう見ても。ビッグです。完全感覚お前コンドーマーじゃない。お前船舶免許持ってて寝ろ。いや、お前は持ってるやつ。3人で仲良く俺らが持ってるやつも反応するので。いや、見せられはしないんですけど、ちゃんと免許の写真もヒゲ濃いです。タイミング悪かったですね。すごいですね、ヒゲが。もうこれ病院の診察券か、まだ保険証と。はビビった。え、カラオケ館のカードってさ、こんなクラブ感あんの？エロ。なんか可愛いカードじゃん。マジか。全然カラカンっすよこれ。こんなことある？確かに、なんかビップのね、なんかこっぽいよね。いや、思うないよ、別に。思うないから別に見せてもよかったんだ。うわ、本当にこいつ健全や。いや、もう、長い、もういい。ない、やめろよ。いや、本当にやめて。平さん、おめでとうございます。お分かりいただけただろうか。ハロー YouTube。 こういうやつや。違う、俺昔から言うてんの。その完全感覚コンドーマー。お前、いや、現実じゃん。違う、これは、あ、そういう風に映ってる、もしかして今。ダサい。そういう風に映ってる。いや、これはそのお金貯まるっていうから。そうなの？いや、これ今しかも昔からって言いますよね。0.01 って昔からありました。いや、昔そんな、俺もそんな大昔から生きてるたちじゃないやろ。おかしくなってるよ。やばい、違う、全然。逆にそのエッチな意味で持ってるとしたら、めちゃくちゃ健全に映るでしょ。だからちゃんとしてますよってこと。そんな、もちろんしてますし。なんかあると使いません、使わないですよ、これはだから、やましいことあるとめっちゃしゃべる。違う、そう、あ、そういう風に映ってる今。もしものために持ってるってことでしょ。ってことはその辺で女捕まえるってこと。そう、いつでももしもが起きるよ。いつもしもが起きるか分かんないでしょ。もしもは。もしも。いや、全然です。そんなやましいことはないですね。で、じゃあお金貯まったんですか、それで。まあ、おかげさまでちょっとずつ。で、まあ入れてなくても僕ら貯まってますけどね。っていうことは、もうだからもしもマンです。違う。もしもマン。いい。はい、ということでね、一つゲットできました。違う。欲しかったのってこういうことだよ。そうだよね。まんまと。あ、で、これで俺が仕組んでないの分かるやん。もう。ああ。俺もやばいかもしれん、もしかしたら。じゃあ、いいですか。これだね、これ。あ、俺の領収書。俺の領収書ですね、これ。もしもマン。僕の財布いいですか。この財布。やめてください。これなんですか。これポーチです。ポーチ。化粧ポーチです。でけえな。僕の財布、気になる。なかなか見ないから。いや、俺マジでスカルカンです。じゃあ、こいつやばいな。何見たい。めちゃくちゃ入れてる。まんま入れてる。めちゃくちゃ入れてる。
僕は理由があって、はい、あの2人が持ってると思うんですけど、僕クレジットカード持ってないんですよ。ああ、じゃあただ家にお金をこうやって重ねてんの、こうやってそれ抜かれてもわからんよ。ヒカキンハロー YouTube。 ヒカキンやってない。家です、助かる。勘弁重ねるの。あ、でもまあこれは全然大したことないですよ。あのこれから支払いもあるんで。じゃあもうあと3分の1になっちゃうの。いやだから、じゃあ俺らがその嫌やって言った理由はこれなんですよ。その給料日後で銀行に行くタイミングがないから、その変な風に映るじゃないですかっていう。あ、普段からそんな持ち歩いてんのか。そうそうそう、違うから。違うんですか。してないですよ別に。そうです、ピエールに薬売ってもらった金じゃないんですよ。いやいや、やめなよ。女だったでしょあれ、コンビニの前で。詳しいっす。やばい。いや、まだ全然俺眠ってると思うよ。新しいっすね財布。新しい、あの買ったばっかりなんで。僕財布買ったことないんで。え、これルイス・ヴィトンみたいな。これいくらの買ったんですか。オビトン。いや、これは言わないですよそれは。オビトン、あの初めて財布買ったんですよ自分で。今までどうやって言ってた。今まであの高校生の時先輩にもらった財布使ってた。交換モデル。あ、そうなんだ。いや、俺財布めっちゃダサいで有名だったから、はいはいはい、初めて自分で買うんでちゃんと買いました。なるほどね。いや、だから本当にコンドーム入ってない。いや、でも新しいってことはよ、多分眠ってないの財布。そうなのよ、その、まあ、無駄なもの入れないから。1個前の財布はやばかった。掃除してんもんな。だって俺も全然めっちゃ前から使ってるから。いや、1個前の財布はマジ事件起きてた。いや、マジで何も入ってないよ。確かにね、パラグアイ行った時もその財布あった。パラグアイ行ったことないわ。なんでパラグアイ。なるほどなるほど。でも、いいですか。いや、まあ、そのボケおもんないで自分で気づいて戻したい。カットしてください。そうですね、あとも領収書とおもんな、おもんな、びっくりするよ。女とのプリクラぐらい入れとけよ。いや、だから前の財布にめちゃくちゃ。だからいや、前の財布俺持ってきてたらやばい。いや、プリクラしかない。 JK 買ってくれ入ってた。うん、だし、しかもその取った理由がすごいですからね。じゃあこいつ何人の女の子と初めて会ってプリ取れるかっていう勝負してたの。高校生の時ですよ。若い時ね。若い時、あのもうほぼ男子校だったんで、はいはいはい、それ遊びするんです。街に繰り出して何人とプリクラ取れるのかっていうゲームをやってた。何人取れたんですか。すごい。いや、じゃあ早速。じゃあ僕はすみません、もう今日財布持ってないんで。いやいや、すっからケッチ。いやいや、ちょっと失礼ですよ。かわいいよね。いや、宣伝すんな。ノンラビのサコッシュ。かわいいけど。ハリウッドサコッシュショー。サコッシュショー。名前ね。はいはい。でも、あれ、大人って違う呼び方すんな。あ、なんか話つわそうとしてる。あ、ねえ、やめようよ。あ、やばい、見てたんだけどね、こっちは。エッチな財布もしかして。俺は、いや、これ。でもこれ僕、この財布は、ほんと、何年も使ってます。何年も。あの、5、6年。やっぱそういうもんだよ、財布ってね。あ、確かにパラグアイ行った時もこれだと。パラグアイ一緒にいたもん。これはあの何かっていうと、はい、僕当時付き合ってた女の子が、はい、あのプレゼントしてくれた。あら、あのパナマ人の子。パナマ。どこよ。はあ、パナマどこよ。コスタリカの横よ。それもどこよ。これまで会ったことない。パナマ。はいはい、がプレゼント、あの、あ、いいね、君と最後に選ぶ言葉の子です。あ、なるほど。これどこの財布ですか。ちなみにこれちょっとブランドが分かんないんだけど、でも10万ぐらいするのを当時どこ俺もあの本革のやつで、うん、気になるんだけど、当時俺もバイトしてて、うん、お金もない、向こうもノンラでも始まってない頃ね。いや本当に5、6年前に向こうが俺のプレゼントのためって言って頑張ってバイトしてくれて買ってくれたの。だからこれはそういうもんとしてる。使うのやめられない。あ、なるほどね。思いが詰まった。これさ、だって見たことなくて10万ってことだと、これ多分パナマ製のさ。え、俺親パナマだから見たことないよ。見たことない。パナマとゆかりあることある。あ、もっと前。いや、らしい。違う。いや、待って、一流芸能人。これ撃たれても防げるやつじゃん。ここに入れとけばいいやん、そんな。いや、言えないですけどね、サコシに入れるんで。え、これ本当。いや、だから違う、支払いあるから。まあまあそうだけど、家賃とか見てください。これだから夢与えてる。まあ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 、あのだからそうよ、 YouTube だけやってても、はいはいはい、こんなんならへんし、音楽だけやっててもこんなんならへんかもしれんけど、 YouTube と音楽やったらっていうね、うん、頑張ったらこうなれるよっていう。エロいのないっすか。なんか、いや俺マジでエロいの入ってないっす。あれ、5人以上とセックスする。ちげえよ、スタジオの会員カードだろこれ。あれ、傘のやつ。ちょっと、もういい。なになに、やばいやばいやばい。え、これ。え、なにそれ。いえいえ、立ってください。じゃあ、いきます。ズームしてください。てん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 。いや、金玉出てきた。え、金玉出てきた。
いや、俺、俺、俺。これ、キューピーマヨネーズなんか。いやいや、俺、モデルになってねえよ。キューピーのモデルじゃない。待って、この時からチャラいわ。これダーツの、誰がダーツバーや、ダーツバー、ダーツバー、ダーツバー取ってる。ちげえや、お前。しかもチンチンのところにダーツやってさ、刺激与えようとして、あら、いや、どんだけド M やん。ああ、みたいな。ド M のプレイか。あ、でも可愛いんじゃないですか。いや、可愛いっすよ。まあまあ、これ幼き頃、幼き頃だね、これ。でもこれ結構交換、あ、もう一枚ある。すごい、あの妹のも入って、え、交換持ってないっすか。いや、生き別れたやつがするやつだから。バチクソ実家住んでる。そうです、生き別れたのが持ってて、そのなんとかみたいに今行くからなみたいなやつよ。有名になって、そうそう、連絡来た、めちゃくちゃ実家住んでる。そうだよね、俺もたまに会うからね。この時はまだあのタワワチになると、誰もタワワチって言う人の妹。だからこれはテレホンカードなんですよ。え、あ、え、使っても使わないし、さすがに一回も使ってないって。今からこれ使いに行く動画。テレホンがね、もう。確かに確かに。え、いいっすね、なんか。じゃあほっこりしますわ。ほら、だから結局、だからそのすごい銀行行けてないよってことだけを声を大にして言わないじゃん。しかもタイガも結構な額入ってたじゃないですか。はいはい、それさえ分かってくれれば。そうですね。はい。もういいんじゃないですか。ありがとうございます。全然思うのないわ。これ。いや、でもコンドームが一番問題です。確かに。やめようって、その掘り下げんの。いつしたの、再現上のエッチ。イッチ。一番最初の、一番最後の。一番最後のエッチ。一番最後のエッチ。やめて、ほんとやめて。うん。これ。違う違う。え、じゃあいつっすか。いや、ガチガチ。フルハッカーだ、お前。カンマーカンマー。もう犯人言うときだ。まあまあ、僕もまあね、割と。なんだ、今朝してきたでしょ。今朝。朝晴れ。今朝だ。なんて日だ。溢れて、もう数え切れなくなって、思念涙こらえて。